相対式ホーム2面2線を有する地上駅で1番線のみを運用し2番線は共用を停止している。2番線の場内信号機、出発信号機においては使用を停止していることから交換駅としての機能は有しておらず閉塞協会としてのみ機能する状態である。無人駅で長岡駅が当駅を管理する。駅構内には待合席、 乗車駅証明書発行機、化粧室などが設置されている。切符販売窓口部分は閉鎖されて掲示スペースとなっている。駅舎右側には駅東西を連絡する連絡個線橋がある。柏崎市統計年間によると年間乗車人員の推移は以下の通りであった。諏訪町アーケード商店街駅西側の街道沿いには歩道部にアーケードのかかる商店街がある。 その西側にはかつて市役所があったが2021年1月に移転した。駅南西側はかつて小倉山と呼ばれる丘になっていたが、土地造成のためほとんどが切り崩された。柏崎エリア北側のバス路線図駅の西側を走る県道沿いに越後交通の諏訪町2丁目、諏訪町3丁目バス停がある。各路線の詳細は柏崎市公共交通ガイドブック及び 越後交通柏崎地区時刻表を参照。ありがとうございます。